ハワイスーパーフェリーは、ハワイ諸島で運行されていた、フェリー及びその運行会社。高速総動線で、オアフ島のホノルル港とマウイ島のカフルイ港の間を結び、旅客と車両を輸送していた。カウアイ島ナビリビリ港に停泊する、荒海航路解説の際の、環境影響評価報告の法律上の問題と、マウイ島とカウアイ島の居住者からの抗議により、 就航が一時的に延期されたが、オアフ島とマウイ島の間で2007年12月から運航を開始した。同社はカウアイ島のナビリビリ港への航路開設を希望しており、さらにハワイ島のカワイハエ港にも就航する予定だった。環境保護団体により環境影響評価報告の問題に関して、 運行を差し止める訴訟が提起され、ハワイ最高裁判所は新たに完全な環境影響評価報告を要求せずに、スーパーフェリーの運行を認めているハワイ州法がアメリカ合衆国憲法に反すると決定したため、2009年3月に運行は停止された。運行を妨げているこれらの行動の結果として、同社は倒産した。2009年7月2日に、 デラウェア破産裁判所は、同社の保有する二隻の高速走動船である、アラカイとフアカイを手放すことを認めたため、運航が再開される可能性が消滅した。二隻は2010年に連邦海事局が購入したが、さらにアメリカ海軍が連邦海事局から二隻を買い取ることに関心を表した。アラカイは、モービルからノーフォークへ移動し、フアカイは、 モービルのオースタル USA の造船所でドックに入った。2隻はその後アメリカ海軍が建造時の価格の1億8000万ドルに比べて大幅に安い2500万ドルで購入した。オースタル USA に掲載中の不破海、世界最大の高速フェリーメーカーであるオースタル社のアルミニウム製高速走動船を使用して運航していた。 最大で866人の乗客と282台の乗用車を輸送可能でマトゥーフリードリヒスハーフェン製の超低用ディーゼルエンジンとウォータージェット推進を採用しており環境に配慮し海洋哺乳類への影響を最小であると同社は主張していたオースタル USA により2隻がアメリカ国内で設計及び建造された1隻目の荒海は 2007年6月30日にホノルル港に到着した。2隻目の不破会は2009年に完成予定だったが、裁判所の判決により運航が停止されたため、就航しなかった。2隻はアメリカ海軍へ売却され、高速輸送艦部アム、プエルトリコとして運用されている。ありがとうございます。